舞踏会は華やかに、今や竹縄。美しく咲き乱れる踊り子たち。きらびやかなドレスを身にまとい、楽団の演奏に合わせてステップを踏む。踊っていただけますか？赤い郵便ポストの誘いであった。どちらかというと無難な相手。さっきまでクレーン車と踊っていた。というか、振り回されて投げ飛ばされた。フロアに伸びていたところを誘われたのだ。ええ、喜んで。だけど、郵便ポストは踊りが下手だった。というより、全く動かないのだった。まっすぐフロアに立っているだけ。その周りをぐるぐる回るしかない。ラブレターを入れてくださいね。そうね、そのうちね。目が回るばかりなので、途中背中に回ったところで逃げてきた。楽団が演奏のテンポを上げた。お嬢さん、俺と踊ろうぜ。打って変わって活動的な若者。大型バイクからの乱暴な申し込みだ。かなり激しいパートナーだった。押し倒されるんじゃないかと怖かった。エンジン音がうるさくて、ろくに会話もできない。ガソリン臭さや排気ガスもあんまり嬉しくなかった。ついにシートから振り落とされた。それに気づきもせず、自分勝手な彼は走り去ってしまった。もう大型バイクはたくさんだと思った。ヘルメットをかぶってまで踊りたくなんかない。腰をさすっていたら声をかけられた。一曲いかがでしょうか？いわゆる美形の紳士だった。頭髪から靴先まで完璧なのだった。土木工事用重機だとか、爬虫類とかではなく、まともな人間の男性なのであった。すみません。疲れてしまいましたの。あっさり断ってしまった。信じられないという表情の美形の紳士。その気落ちした背中を見送る。ごめんなさい。小さな声で私はつぶやいた。本当はそんなに疲れていなかった。まだまだ踊っていたいのだった。でも、やっぱりダメなのだ。踊る意欲が湧いてこないのだから。ありきたりのパートナーでは、もう。